東京都で今日確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は1752人でした。先週の土曜日より1240人減り、25日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。東京都によりますと、直近1週間の感染者の平均は2140人で、前の週と比べて 63.6% となりました。入院しているのは1750人で、このうち22人が重症者です。重症者用の病床使用率は 0.3 ポイント下がって 18.3%、 全体の病床使用率は 0.8 ポイント下がって 31.9% になっています。また50代から90代の男女15人の死亡が確認されました。